はい、おっちゃんです。どうも、おっちゃんです。ソフィーのアトリエ2のお時間でございます。よいしょ。ソフィーのアトリエに不思議な夢の錬金術師、ネタバレ注意。はいはい。今日のご飯は前回、次元に穴を開けるやつのレシピをなんとかしろということで、素材を取ってきてレシピをひらめいたとこでしたね。そこからスタートです。さてさて、早速、作っていきましょうか。レシピはひらめているんでね。どれにしようかな。なんだっけ、次元妖怪剤ですね。材料はっと、これ作っていきたいと思います。光氷火、まずはこれから。いや、アナグサウィス光氷火、光氷火。うんうん、なるほど。光。うわ、難しいねこれね。氷入れて。うんうん、なるほど。無駄に火が多いねこれね。まずはあれから。いや、それとも、これは使うのは青かな。やってみよう。ちょっと光が全然とりあえずたまらないんだけど、入れてみる。起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。ふんふんふん。氷ね。とりあえず入れてみる。とりあえず入れてみて。いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。毒の材料不要。ふんふんふん。俺様に任せとけ。とりあえず入れてみる。火がね、すごいのできちゃうかも。入れる場所がないねこれね。とりあえず入れてみる。うん、うん、もう十分かな。難しい。こんな感じかな。一気に仕上げるよ。できた。品質あまり良くないけど。まだまだ上手くなるよ。ラビゼルさん、完成したよ。いいのかなこれで。お疲れ様ソフィー。これでエルのところに行けるわけね。うん、これを使って隠れてる入り口をこじ開ければエルビーラ様のところに行けるはずだよ。おお。理論上ではですけどね。正直試してみるまでは何とも言えません。うん、試してみないことにはね。そういうことなら早く試しに行きましょう。さて、セーブして早速突撃しましょうか。
どこに行こうかな。ちょっとイベントが出てるね。イベントが出てるよ。いや本当に助かったよ。ありがとう、ありがとう。どういたしまして。喜んでもらえたなら光栄だ。あれ、ディーボルトさん。お、知り合いかね。知り合いかね。ああ、錬金術師をやっているソフィーだ。こんにちは。用心棒のお仕事だったんですか。ああ、今戻ってきたところだ。ほうほう。しかし、本当に追加報酬を渡さなくていいのかい。あんな魔物と戦うことになってしまい申し訳ないよ。気にしなくていい。あの程度の魔物どうということはないからな。おお、かっこいいね。さすがは騎士様だ。ディーボルト、リブアイ兵長みたいだな。あんたを頼らせてもらうよ。確かに確かに。え、元なのだがな。さてと、私も行くとしよう。あのディーボルトさん、騎士様って言われてたけど本当なんですか。そういう過去もあった、ただそれだけの話だ。騎士だったんだ。そりゃ強いわけだ。だからあんなに強いのかな。ねえ、どこに行こうかな。さ、出かけ。なるほどね。こういったあのいろんなキャラクターの過去とかいろんなのが少しずつ分かっていくのは楽しいですね。これね、これアトリーシリーズ通してだけど。あー、なんかいい儲け話ないかな。アレットちゃんって本当にお金が好きなんだね。もちろん、私がこの世界に来たのはお金持ちになるって夢のおかげだからね。なるほどね。 お金持ち？なんていうかすごく直接的だね。っていうか、お金持ちになりたいって夢なら元の世界でも十分叶えられそうなんだけど。そうなんだけど、私の場合はそのあんまし時間がないんだよね。え、っていうこと？時間ってどういうこと？まあなんていうかさ、実家が商売に失敗しちゃったんだよね。あら、借金が積もりに積もってて、あと1ヶ月で利息だけでも返さないとお店を取られちゃうことになってるんだ。そうだったんだ。でもそんなにすごい額なの？もろもろ計算すると、1000万コールくらいかな。はい、1000万だよ、1000万。ま、先祖代々続いてるでっかい店だからね、借金だってそれくらいになっちゃうんだよ。どうするの、アレットちゃん。1000万なんて絶対返せないよ。いや、その借金の方はもう大丈夫だよ。こっちでその分は十分稼いだからね。とは言っても、コールって形じゃなくて、それだけの価値がある品を集めてって意味だけど。そんなに価値のあるものがあったんだ。そこはほら、調達屋らしくあっちこっち探しに行って地道に探して探して探しまくったんだよ。いろんな時代の人の夢で作られた世界だから、たまにすっごい価値のものが見つかるし。ああ、なるほどね。それこそ過去から来た人の持ってるものを売ってもらったりしたからね。エルデビーゲにいる間は売れないけど、元の世界に帰れば1000万なんて余裕だよ。そうだったんだ。だからアレットちゃん、お金に必死だったんだね。なるほど、なるほど。まあ商売人の家に生まれた娘だからね、
もともとお金が好きってのもあるんだけど、1000万で借金を返せたとしても、それだけじゃ店を立て直すことまではできないからね。だからまだまだこっちでお金を稼いで超大金持ちになって帰るつもりなんだ。1000万コール稼ぐだけでもすごいのに、それで満足しないでまだまだ頑張るなんてすごいよ。アレットちゃんは尊敬するよ。ならソフィーさんも今からお金貯めておいた方がいいよ。なるほどね。どこに行こうかな。さて、さあ行くとしますか。近くで見ると本当に大きいの。よいしょ。さてさて、次元に穴を開けますか。これでいいかな。おーし、穴が開いたよ。あれ、これってあの遺跡に行くときに通った裂け目と同じだよね。プラフタの言った通りだったね。ふふん、発想力は錬金術師の必須能力ですからね。おお、さすが、よく気づいてくれたよ。プラフタはいい子だね。いい子だね。その言い方、子供扱いされてるみたいで嫌なんですが。それでこの中に入ればエルビーラ様がいる場所に行けるんだよな。ええ、いつものと同じだから間違いないわ。お、いつもと同じなんだ。ですが、どうして今回に限ってなぜ入れなかったのかは私たちにも分かりません。何が起きてるか分からない以上、準備はしっかりとしておいた方がいいでしょう。うん、準備万端だよ。この先に夢の神様エルビーラがいる。そして私たちが渦に吸い込まれてたどり着いた場所もこの木の前だった。もしあの渦とエルビーラ様が関係してるなら。お、プラフタ、どうか無事でいて。プラフタ、行くぜ。おー、すごい、こんな空間があったなんて。ソフィーさん、あれ見て。プラフター、あそこにいるのってまさか。エル、プラフター、なんでここで止まっちゃうの？ダミー、どうしてここに？なんでラミー以外がここにいるの？勝手に入ってこないで！怒んないで。この声、エルデビーゲに来る前に確かに聞いたことがあります。私もだよ。じゃあ、あの子がエルビーラ様なの？
クラフター。あれクラフターどうしたの？声が届いていないようだな。ああ、なんか嫌な予感してきたぜ。エル、聞きたいことはたくさんあるけど、話は後よ。まずはそこにいるプラフタさんを話して、ソフィーたちを元の世界に返してあげなさい。そうそう。ダメよ、そんなの絶対ダメ。プラフタはまだここにいるんだから、あんたたちは今すぐここから出て行って。どういうこと？ダメだよ、そんなの。プラフタは私の家族なんだから。どういうこと？エル、これ以上は冗談じゃ済まされないわ。今すぐプラフタさんをソフィーに。説得は無理そうですね。それならいいよ。説得が無理なら力ずくでも返してもらうから。いや、戦うの？ダメよソフィー。ダメ、来ないで、来ないでってば。大丈夫ですか？立てますか？うん、平気だよ。エル、あなたなんてこと。なんてことを。どういうことよ。私に歯向かったこと後悔させてあげる。この世界の神様でしょ。本気で行くわ。オーラの弱点が分かりました。任せてくれますか？ソフィー、一緒に行きましょう。弱点が分かった？レベル40とか、ね、そうだ。いざ。こいつは使えそうだ。こっちを見なさい。全然ダメージ入らない。耐性。あー、なるほどね。雷と打撃が通じるんだね。の一撃だ。一緒に戦って。ちょっと援護するわ。オリアス、行くわよ。見たことがあるクラゲが出てきたぞ。ちょっと寒いぜ。くらえ。そう、覚悟しなさい。覚悟しなさい。
私に任せて。ぐっすり眠りなさい。クラフター、そのまま行け。止められるか。もう全然全然プニプニだ。これを使おう。でかい攻撃が来るぞ。どでかい攻撃が来る。持っててよかった。気をつけな。マジか、ソフィーやられた。くらえ。オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。ここが弱点ね。援護する。パレット、後に続くわ。アイテム、おっと、あ、どうもどうもこんばんは、バラさんこんばんは。こいつは使えそうだ。くらえ。
こいつは使えそうだ。倒れなさい。どうやらあそこが弱点みてえだな。ビーボルト、連携で行くぜ。くらえ。こいつをくらえ。くらえ。こっちを見なさい。ダバ。うい、うい、うい、うい。ぐっすり眠りなさい。あったった。ソフィーがやられたのがきついね。無理はするな。やっと風よ。ブイブイブイ。これを使う。一緒に戦って。また召喚しやがった。また召喚しやがった。覚悟はできたか。さあ、オーラの弱点は多分あそこね。私に打たせて。手伝うわよ、プラフタ。これを使います。そう、覚悟しなさい。やめて。神様の力、甘く見ないで。こっちに来ないで。おお、ちょっと待ってよ。これを使う。
俺も苦労した記憶あります。あーこれ苦労した。後ろに隠れて。本当に怒ったんだから。うおマジか。マジか。すぐに使います。オーラが薄い。あそこが弱点だ。ラミゼル、息を合わせろ。間違った。敵を貫く。そこよ。これを使う。ほい。これ使うね。やめて。来るわ。気をつけて。誰回復したらいい？誰回復したらいい？これ。待ってて。これ使うね。見えた。あそこが弱点ね。援護するわ。準備の賜物ですね。後ろに隠れて。そう。やあ。おお。くらえ。オーラの弱点が分かりました。任せてくれます、アレット。手伝います。よし、かせよ。切り裂きます。動きの一撃だ。オーラが壊れそうだよ。今がチャンス。敵を貫く。受け取りなさい。おりゃ。あーマジックポイントがない。またすぐオーラ張るの？手伝うわよ、プラフタ。マジで？切り裂きます。やあ。
なさい。こっちを見なさい。あっとっと、無理しすぎです。下がってください。アレット手伝います。これを食らえ。いきますよ。私としたことが。これにしよう。それそれそれ、これで終わり。行きますよ。本当に怒ったんだから。やめて。これを食らえ。これを食らえ。やったやった。私が負けるなんて。ギリ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 だ。ちょっとやばかったかも。相当やばかったね。また強くなっちまったぜ。ギリギリだったギリギリだった。おめでとうございます。ありがとうございます。嘘。いやーギリギリだった。負けちゃった。私神様なのに。いや大変だったねこれね。怪我してないみたいだし安心したよ。プラフト？ねえプラフト、どうしちゃったの？ソフィーどうしたの？プラフト目を開けないの。呼んでも全然反応ないし。あやめちゃったの？エル、説明しなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。どうしたの？え？うわ、なんだなんだ？泣いてる？神なのに？エル、泣けば済む問題じゃないわ。分かってるの？だってこんなことになるなんて思わなかったんだもん。どういうことなの？どうしてプラフタはこんなことになっちゃったの？マルさんが泣かした顔。泣いてちゃわからないわまずはどういうことか説明して。どういうことか説明してください神様私お話ししたかっただけなの。この子プラフタと
の？どうして人形の体に魂が入ってるのか、どうしたらそんなことができるのか、それを聞きたくて。人形の体？うん、今のプラフタは人形の体の中に魂が入っている状態なんだ。だから私はプラフタを人間に戻すために錬金術の修行をしてるの。しかし、どうしてプラフタは目覚めない？まさか我々もこのような事態になる可能性があるということなのか？どういうこと？ならないよ。普通は絶対ならないし、なったことだってないもん。でもプラフタは人形の体だから、人間の体じゃないから、魂の結びつきが弱かったの。だから体と魂がバラバラになって、魂が迷子になっちゃって、どうにかしようとしたんだよ。いろいろ考えて試したりもしたんだよ。でも私、夢の力しか持ってないから。バレないように必死で隠しながらどうしようか悩んでたってわけね。あ、なるほどね。いや、何それ、ただの子供じゃん。ねえ。そうね、うん、実際そうなのよ。この子は神様で、私たちよりもはるかに長い年月を生きてることは確かなの。けどその間この子はずっと一人ぼっちだった。それに私と出会ってからもずっと他の人とは会おうとしなかったから。他人と関わる経験がなかったせいで、精神面が未だに子供のままということですね。そういうこと。でもだからってエルが今回やったことは許されることじゃないわ。失敗を隠したこと、何の説明もせずにソフィーをこの世界に投げ出したままにしたこと、誰にも相談せず一人でどうにかしようとしたこと、他にもまだまだあるわ。まだまだあるよ。泣いちゃった。ラミゼルさん、もういいよ。これ以上怒らないであげて。ソフィーさん、いいの？プラフタさんをこんな状態にされちゃったのに。そりゃ、もちろん思うところはあるけど。本当に事故だったみたいだし、どうにかしようと必死になってくれたのは本当みたいだし。ねえ、エルビーラ、プラフタのことを助けようとしてくれたんだよね。うん。なら、プラフタはまだ助かる可能性があるってことなんだよね。プラフタは魂が迷子なだけなの。その魂はこの世界のどこかをさまよってるはず。これは絶対だよ、間違いないよ。ああ、魂がさまよってる。だからその魂を見つけて体の前に持ってくれば、魂は自然と体に戻るはずなの。なら私がプラフタを探してくるよ。この世界のどこかにいるプラフタの魂を私が見つけてここまで連れてくるから。そういうことならば私も協力しましょう。彼女が未来の私である可能性があるならば、
私としてもこのまま放ってはおけませんし。さすがプラフター。それにいろいろ聞いてみたいこともありますからね。私も手伝うよ。プラフタさん、このままにはしておけないもん。ああ、家族ってのは一緒にいなきゃだもんな。俺様も手伝うぜ。おお、みんないいやつ。二人を再会させると約束した。共にプラフタの魂を探そう。おお。みんなありがとう。この世界は魔物もいるしね。人手は大いに越したことはないわ。おばあちゃんもありがとう。おいおい、ラミゼルも来るつもりなのか。お前は町のこととか依頼とかいろいろやることはあるだろう。バカね、そんなのは全部後回しよ。何よりも人命第一は当然のことでしょ。でも今日のところは一度帰って体を休めた方がいいわね。この神様にボコボコにされたからね。そうですね。それに手がかりがない状態で動くのも無謀ですし。私はもう少しエルから話を聞いておくから、みんなは先に帰ってて。わかりました。それじゃあソフィー行きましょう。うん、うん、行きましょう。なるほどね。プラフターをの魂をなんとかする物語なんだね。私もあんな風に泣いちゃった時、おばあちゃんずっと隣にいてくれたな。うん。今は帰って休まないと。プラフタの魂を探さなきゃいけないんだから。なるほど、明確な目的がようやくはっきりした。プラフタの魂を探す。おはようソフィー、ようやく起きたのね。あ、おはようラミゼルさん。来てたなら起こしてくれればよかったのに。昨日の今日で疲れてると思ったから、ゆっくり休んでもらいたくてね。真っ先にやられてたからねソフィーね。もう大丈夫？あんなに泣いて謝られたら責められないよ。そんなことしたらプラフタが起きた時に私が怒られちゃいそうだし。そっか。あ、ソフィーはいい子ね。うん、優しい子の方が正しいかも。ソフィーも起きたことですし、エルヴィーラのところへ行きませんか？魂を探すためにはどうすればいいか具体的に話し合わなければいけませんし。ですね。そうね。それじゃ行きましょう。おばあちゃんに撫でられたね。よかったね。行けますねソフィー。うん、大丈夫。行こう。行こう。補充終わったよ。1727。いっぱい爆弾使ったからね。補充代半端なかったね。どこに向かう？護衛は任せてくれ。よーし。ソフィー、聞いてもよろしいですか？はいよ。どうしたのプラフト？
はい。人形の私について聞いておきたいのですが、あれは一体どういうことなんですか？どうして私は人間の体を捨てて人形の体に魂を入れるような事態になったのか教えてください。いや、それは言えない。それはオブラートに包まないと。本に、まず本に。それは私の口からは言えないよ。理由を聞いてもいいですよね。プラフタが人形の体になった理由を話すには、過去に何があったのかも話す必要があるの。けどプラフタにとってすごく大切なことだから、気軽に話しちゃいけないかもって思って。未来が変わっちゃうからね。ごめんねプラフタ、意地悪みたいな感じになっちゃって。いえ、謝る必要はありません。ソフィーの言う通りです。とても興味深い話だったため、つい夢中になり、その点をおろそかにしてしまうところでした。夢中になるとつい周りが見えなくなってしまう、私の悪いところですね。こういう真面目なところもプラフタなのかもって感じるところなんだよな。ねえ、話すっていうことはね、過去にプラフタのお友達だった人が誤った道に進んでいろいろあったことも話さなきゃいけないからね。これ話せないね。いや、それにしても強かったね。レベル40だったからね。もうちょっとレベル上げが必要だね、これね。ちょっと適当に逃げまくってたからね。しっかりと敵と戦っていかないと。いけない感じだね、これね。いやー、あと装備とかもね、しっかりと。いや、でも無事倒せてよかった。よいしょ。さあ、というわけで、そろそろちょっとね、もう時間になりましたので、今日のところはこの辺で終わりにしたいと思います。というわけで、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。ご視聴コメントありがとうございました。それではまた、お疲れ様でした。ではでは。